気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は日産 GTR 2017年モデルです。 GTR は日産スポーツモデルの象徴であるスカイライン GTR の後継車種として全世界同一仕様同一基準で開発された国産車初のスーパースポーツカーカテゴリーに属する車両です。2007年から販売を開始して以来、イヤーモデル制を採用し、毎年進化を続けています。2017年モデルは、運動性能向上のほか、内外装を大幅に改良したモデルで、2016年8月から販売されています。グレードはプレミアムエディション。3.8 リッター V6 DOHC ツインターボエンジンに、デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせた4駆モデルです。車両本体価格は1170万5040円。ボディカラーはアルティメイトシャイニーオレンジ。それでは GTR を見てみましょう。スポーティーなデザインのシートは、大きさに余裕があり、ゆったりとした座り心地です。ホンガー素材やソフトパッドをふんだんに使った内装は、高級感抜群で、グレード別オプションの鮮やかな色彩がさらに質感を高めています。後方視界は大きなリアスポイラーにより若干悪くなっています。まずはシフトレバー周りを見てみましょう。シフトレバーのボタンにもシフトパターンが表示されています。バックギアに入れるとバックカメラからの映像がモニターに映し出されます。自動変速をする A レンジ。レバーを右に倒すとマニュアルの M レンジ、シフトチェンジはパドルで行い、右側がシフトアップ、左側がシフトダウンです。
サイドブレーキはレバー方式です。ツイータースピーカー、ドアのロックとアンロック、パワーウィンドウのロック。パワーウィンドウは運転席、助手席ともにオート機能付きです。ドアポケットはちょっと小さめ。スピーカードアミラーの角度調整、電動格納、ビルトインタイプの ETC ユニットが装着されています。エンジンフードの解除レバー、エンジンを組み上げた職人のネームプレート、パーキングソナーのオフスイッチ、ヘッドランプの照射範囲を自動調整するアクティブ AFS スイッチ、エキゾーストサウンドコントロール、トランクオープナースイッチ、ステアリングについているスイッチを見てみましょう。クルーズコントロールのメインスイッチ、車速の設定、キャンセル、音声操作スイッチ。再生を中止し、すぐにコマンドを発話したい場合は、音声操作スイッチを押してください。リストが表示されているとき、音声発話による選択ではなく、ステアリングスイッチの上下ボタンで選択することもできます。発話またはボタン操作によりコマンドを選択してください。行き先を探す、行き先を探す、選択を決定するか音声操作スイッチを押しピッと鳴ってからコマンドをお話しください。自宅へ帰る、自宅へのルートを探索します。タイムロガーのマーク、スタートストップ、オーディオのモード切り替え、選曲、ボリューム調整、音声操作時に前の画面に戻す。左右のレバーを見てみましょう。ライト、ディアフォグ、ウインカワイパー、ドライブコンピューターの決定、選択、
燃費情報や車速、外気温など様々な情報を表示できます。トリップ切り替えスイッチ、イルミネーションの明るさ調整、ステアリング下の右のレバーを押し下げると前後、左のレバーを押し下げると上下にステアリングを調節できます。アクセサリーソケット。インテリジェントキーの電池が切れたときに使うキースロット。標準装備のナビ。ディスク取り出し。SD カードの挿入口。メニュー表示、画質の調整、地図、オーディオのメニュー表示、選曲、ダイヤルを回してチャンネルを選択し、押して決定。もう一度押すと音質を設定できます。ボリューム調整。オーディオの電源。マルチファンクションメーターの表示。マルチファンクションメーターは、車両の状態や運転操作の結果などを表示します。タイムロガー画面では、ステアリングのスイッチでラップタイムの計測ができます。空調のオン・オフ、温度調節、デュアルを押すと左右独立して温度調節できます。外気導入、内気循環、エアコン、吹き出し口の切り替え、風量調節、フロントデフロスター、リアデフロスター、オート、空調の下にギアや足回りを設定できるセットアップスイッチがあります。ハザード。手探りでオーディオなどを操作できるディスプレイコマンダー。メニューを押して、選択。
定、一つ前の画面に戻る、地図。カップホルダーが2個。小さめのコンソールボックス。アクセサリーソケットと AUX 端子、USB 端子は2個あります。サンバイザーには照明付きの鏡があります。イモビライザーのキャンセルスイッチで、機械式駐車場などで誤作動させたくないときに使います。どうもありがとうございました。給油口はボディの右側にあります。ハイオク仕様でタンク容量は74リッターです。身長172センチの私が座ると、頭上スペースには全く余裕がなく、頭がリアガラスについてしまうほどです。カップホルダーは1個。コートハンガー。天井のマイクでエンジンの子守音を検知し、スピーカーとウーファーから自動的に子守音を打ち消す音を出して、車内の静粛性を高めます。イソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。助手席のサンバイザーにも照明付きの鏡があります。グローブボックスは小さめ。ドアのロックとアンロック、パワーウィンドウはオート機能付きです。スピーカーと小さめのドアポケット。
助手席足元の下に車載工具が搭載されています。今回 GTR を見てきましたが、丸型テールランプやリアシートを備えたところにスカイラインの面影があるものの、全く別の豪華なスポーツカーといった印象を受けました。ゆったり座れて快適なシート、オートマ車のように発進が容易なデュアルクラッチなど、街乗りでは乗る人を選ばない究極のスペシャリティカーでした。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。